大谷翔平がまたボールを破壊した米メディアも大興奮美人レポーターも歓喜したエンゼルスの大谷翔平投手は29日日本時間30日本拠地ブルージェイズ戦に 二番指名打者で先発出場した。初回の第一打席で、六試合ぶりの十号ソロホームランを放ち、二年連続で二桁本塁打に到達した。三回の第二打席では、二打席連発となる十一号ツーランを放った。まずは初回ワンナウトの場面だった。ブルージェイズの先発ベリオスのカーブを捉え、右中間へ先制十号ソロを放った。 シーズン二桁本塁打はこれで四度目で、日本選手では松井秀喜の七度に次いで日本人二人目。六試合、十八打席ぶりのホームランとなった。三回ノーアウト一塁の第二打席ではバックスクリーンへ消える十一号ツーラン。一試合にホームランは、このかどう10かのレーズ戦以来、今シーズン三度目で通算九度目だ。 2打席連発も同日以来で、今シーズン2度目、通算5度目だ。大谷のアーチ連発に、デイメディアは続々と反応した。地元放送局、バリースポーツウエストのリポーター、エリカ・ウエストンさんは、大谷がまたやった、と反応した。MLB 公式のエンゼルス版、レッド・ボリンジャー記者は、 小平大谷がこの試合2本目のホームランでボールを破壊したとツイートした。エンゼルスメディアだけではない。ブルージェイズの地元紙、トロントスターのコラムニスト、グレガー・チゾム記者は、ショータイム。大谷がまたボールを破壊した。ベリオスからセンターへ。疑いの余地がない一発だったとツイートした。日曜日、 大谷は3週連続アーチを放った米放送局 FOX スポーツのアナリストベンバーランダー氏は言ったように今や「翔平大谷サンデー」と呼ばれるべきだと呼びかけていた「